で、黒澤選手に関しては前年度の強烈な印象がありますからね。で、下段回しいくつかもらって、で、確かに強いけども、これで倒されるほどのもんではないなっていう印象を受けたんで、その時点からそのいわゆる、なんていうのかな、恐怖心みたいな、そういうものっていうのは消えましたね。そういうものに対する、まあ、恐怖心というか脅威というかね、そういうものは消えて、あとは試合をどうこなすかっていう、まあ、逆に言うと彼自身はその下段がね、それまでに聞いたように聞かないっていうことで焦りもあったんだろうし、で、延長戦を迎えて延長の経験がほぼないわけですから、まあ、そういう意味では焦りもね、やっぱりを助長しただろうしね。で、体力的にも延長に慣れてないっていうようなとこあったんじゃないですかね。明らかに動きが鈍ったし、ちょっとバテたような感じがありましたよね。